ちまきとか巻いてるのが努力かな。まあ、みんな巻い、意外とみんな巻いてるけどな。確かになんか、ナオトぐらい、ナオトより、まあガタイは違いすぎるけど。早くこっち来てほしいな。すごいな、これがプロか。メンタルの切り替えが違いすぎる。誰とか言ってないけど、これがプロか。いや、でもこれ。これ多分フェレールじゃないん。フェレール。フェレールやと思う。うん。こんな声出すの。やっぱ球めっちゃ速いな。これ練習相手で多分あのジュニアのめっちゃ有望なやつとかちゃう。え、これガチ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 。何歳までジュニアで。え、これほんまほんまやで。いや違うって、顔がジュニアじゃない。ああ。やっぱフェレールやんこれ。も普通に切れて打った感じあったよ実際。あった。誰かが叫んだ今。集中できなくて、うん。やんな、それで打ったんじゃ、適当に打ったんじゃないあれ。
切れて速くなってるよさ216キロ。そう、10キロぐらい張ってる。8割、9割ぐらいで。強なってへん。強なってる。あー、残念、全然そう。ってことは、俺もなんかやじったらワンチャンここまで。コントロールいいから。最速、本日最速。なんかティアフォーかわいそう。なんでやろ。頑張れって意味じゃなかったっけ。うわぁ、おぉ、ナイス、うわぁ、簡単そう。聞こえた聞こえた今の、マジでかっこいい。高岡さんが言ってるやつや、うん、早っ。守備力鬼。ロッタン。やば。なんで決まらんのあれで。セットポイントか。
こら辺に熱狂的なファンおるような、なんか Fabrica del decor, 6 line, voice, phone, up.